わしが助けた鶴は元気にしとるかの。おいじいさん、なんじゃお主は。一日だけ世話になるで。外の息がひどくて歩いてられへんねん。ええやんな。にしてもボロい家やな。ようこんなとこ住んどるわ。なんかみすぼらしい見た目しとるし。ま、雪しのげるだけマシか。失礼な。そんなこと言うなら。じゃあ、僕の部屋借りるで。あと、絶対覗くなよ。明日の朝、声かけるまで。まだお主を止めるとは。こんな冬空の下、締め出すつもり？じゃ、約束は絶対やで。なんちゅう無礼な。もう知らん。わしは寝る。なんやんガタコンガタコン。はっ、あいつ、物取り。ちょっと、開けてやろう。はぁ、覗くなって言うたやろ、バカ。あの鶴は、まさか、恩返しに？趣味かわいい。わしの部屋、なのか？